星を見る人。あのホット、B が出した。ファミコンの世界でも、有名なとんでもない RPG です。最初に断っておきますが、ストーリーについては、今の世界でも解決できていない。人種差別や環境破壊などを取り扱った、奥深いシナリオは悪くないです。しかし、歩くスピードが遅すぎる上、敵がとにかく出てきます。また、最初の街が隠れ里という、設定を知らないと、探し回る羽目になって、おまけに復活者という、敵にいきなり会って、死亡確定ということがあり、下手なサバイバルホラーより怖いです。また、逃げるときはテレポートという、能力を覚える必要があって、おまけに失敗するとどこに、飛ばされるか、全くわかりません。おまけにイベントクリアの、ヒントが少なすぎて、まさに普通にクリアを、目指すこと自体、苦行のようです。かなり難しい RPG が好きなら、挑む価値はありますが、普通の人は触るな危険です。スーパーリアルベースボール、バップが出した、当時実際にいた、プロ野球選手を実名で出した作品として、当時の野球少年たちは大喜びしました。しかし、その喜びは束の間、その複雑なシステムに度肝を抜かれました。まず、ホームランが200メートル以上飛ぶという、怪物ぶりに唖然としていると、三振取ったらなぜかピッチャーが、ホームベースに走り込んできて、逆に3アウト取っても来ないことに、突っ込みを入れたくなりました。さらに、守備はバックネット裏の、視点という感覚はいいのですが、視点を変えられないので、ほとんど頼みになるなど、かなり荒が目立ちます。それでも、ボールを取って、送球するまでの手順は、かなりリアルに作られていて、慣れるとその感覚が、ある意味、癖になります。また、懐かしい南海ホークスや、阪急ブレーブスが、実名で登場しているので、当時のファンで、腕に覚えがある、プレイヤーなら戦い抜けるかもしれません。マインドシーカー、あのナムコが出した、改作です。内容は、超能力者を、このゲームを通して実際に作り上げる、というすでに電波のようなストーリーです。内容は、ESP カードのように、目の前にある、伏せられたカードの絵を当てる、念力を送って画面を光らせる、予知については、次に光るカードを、予測するものです。それをエネンと続けて、レベルを上げたら、次のステージに進みます。とにかく、記憶では太刀打ちできず、一流どころのギャンブラーのような、強運の持ち主でないとほとんど先に、進むことができません。特に序盤の卒業試験が、地味に難しいので、ここで諦める人が多いです。その他も、負けずと劣らないレベルです。ある意味、己の運に自信がある、人でないと、本当に時間を無駄にする可能性もあります。怖いもの見たい人はプレイしても良いかもです。たけしの挑戦状、あのひょうきん族などで、お笑いビッグさんの一人である、ビートたけしさんを題材にした、アクションアドベンチャーなので、子供たちは飛びつきました。しかし、その中身は想像を絶する戦いでした。まずは、
ストーリーは南の島にたどり着き、宝を見つけるのが目的ですが、それすら語られず、ひたすら街をさまよい歩き、ヤクザや警察官にまで襲われ、倒すとお金がもらえるという行為は、倫理観を根底から破壊されます。また、とあるイベントのクリア方法が、当時の子供はもちろん母親すら、絶望に叩き落としました。ここはぜひあなたの目で確かめてください。南の島についても、即死トラックのオンパレードで、本当にクリアできない犠牲者が、多数生まれました。本物のゲーム好き以外は、なるべく近寄らない方が、無難かもしれません。ロマンシア、あのファルコムの看板ゲーム、ドラゴンスレイヤーシリーズの一本として出されました。当時は難しさ至上主義全盛で、難しくなければ叩かれる時代でしたが、それでもこのソフトはある意味一線を超えた難易度です。ところどころで登場する危険なトラップはもちろん、一部の敵を殺したり木に触れるとカルマという数字が下がり、場合によってはクリアできなくなるイベントがあるというのをノーヒントで感じて解いて行かないといけません。おまけに回復薬は個数に制限があるという現代のサバイバルホラー顔負けの仕様です。しかしアクションは悪くないので、それは爽快に楽しめますが、また当時の風潮にはある意味コミットしていて、未だに賛否が分かれる作品です。ゲームに魂を売ったものなら、一度は足を踏み入れてほしいものです。元祖最有機スーパーモンキー大冒険、あの問題作を出しまくっているバッグが最初に手掛けた作品で、その後の路線をある意味決定づけています。内容は、基本キャラは最有機に出てくるキャラが出てくる RPG です。広大なフィールドを当てもなく放浪し、ノーヒントでアイテムを集め、イベントや一部のボスについても原作を読んでいないとクリアできないところもあります。また、飲み水や食料がなくなると、徐々に体力が減ってゆき、衰弱死するのはある意味リアルですが、本当に説明なしなので、最初はあっけに取られました。戦闘はアクションで、基本孫悟空以外は、死ぬ以外できないくらい使えないですし、ノイボーがないと勝てないボスも、いるので衰弱死していると、犬死にします。とにかく難しいですが、本当に過酷な旅については、しっかり再現できていると、ある意味思うので、オープンワールドゲームが、好きなら本気で挑むなら、価値は見出せるかもしれません。セイントセイヤ、黄金伝説完結編。あの黄金伝説が、原作連載中の理由で、尻切れトンボになっていたので、それの完結編です。だから、原作ファンは、大喜びしました。内容は完結編という、タイトル通りに、敵は、12星座級を守る、ゴールドセイント勢揃いです。戦闘シーンは大迫力で、技のアニメもガンガン動きますが、単純にペガサス流星剣を当てるだけでは本当に勝てません。特にアナザーアニメーションの下り等、ノーヒントで原作通りに
動かないと必ずゲームオーバーになるのは驚きで、原作がそのまま攻略本になるので、未読な人は慌てて買いに走りました。戦闘シーンや移動シーンのアクションがよくできているので、アクション好きや、セイントセイヤファンの忠誠心を測るソフトとして楽しめます。このゲームは、アクションパートでのジャンプに癖があるので、結構穴に落ちてしまい、イラッときますわら。